マスクの方は取っていただいて、はい、大丈夫ですか。それでは大変お待たせをいたしました。ただいまより新型コロナウイルス感染症のワクチン接種につきまして、シミックホールディング株式会社様と本市の共同記者会見を始めさせていただきます。資料につきましては資料の1から資料の4でございます。ご確認をお願いします。最初に本日の出席者をご紹介いたします。シミックホールディング株式会社様からは代表取締役 CEO 中村和夫様でございます。甲府市からは樋口雄一甲府市長です。進行につきましては樋口市長、中村 CEO 様の順によりまして、それぞれ本件について発表をしていただきましてから、報道の皆様のご質問を提示をさせていただきます。ご了承をお願いいたします。それでは最初に樋口市長、よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。甲府市の樋口でございます。本日はシミックホールディングス株式会社の中村 CEO 様にお越しをいただきまして、新型コロナウイルスワクチンの接種体制の構築に向けました、私の甲府市とシミックホールディングスと連携した取り組みにつきましてご説明をさせていただきます。まずは私より本市の現状、現時点におけます本市のワクチン接種の取り組み状況等につきましてご説明をさせていただきます。まず接種に向けたスケジュールについてであります。資料1をご覧いただきたいと思います。具体的なワクチンの供給量や供給時期などまだまだ不確定な要素はありますけれども、国の接種スケジュールを踏まえ、今月中には接種場所や接種に当たる医師看護師の確保など接種体制を整備するとともに、接種記録の管理や予約等にかかるシステムを構築をしてまいります。また3月上旬を目途に、保健所内に市民からの問い合わせや予約受付等に対応するためのコールセンターを設置してまいります。そして3月中旬以降に65歳以上の高齢者の方へクーポン券等を発送し、4月上旬からの高齢者への優先接種に対応してまいりたいと考えております。なおこうした業務を具体化していくため、先日2月3日には早期に事業着手する必要のある経費といたしまして約4000万円の補正予算の先決処分を行ったところであります。大変厳しいスケジュールではありますけれども、今後も各種業務の具体化を早急に進める中で円滑なワクチン接種に向けた体制整備に努めてまいります。次にワクチン接種に向けた組織体制であります。資料2であります。現在本市では福祉保健部医務感染症課に中に医務感染症課の職員2名と部内部外からの流動職員4名の計6名で構成するプロジェクトチームを立ち上げ、国の動向等も踏まえながらワクチン接種に向けた準備を進めているところであります。この度さまざまな業務が具体化をしてきておりますので、より一層ワクチン接種に迅速に対応できますようプロジェクトチームのマネジメント機能と業務推進体制の強化を図るため、医務感染症課にワクチン接種業務の専任の課長1名を新たに配置をすることとことを決定し、2月15日付で補正の人事異動を発令することといたしました。またこうした業務を進める過程におきまして、保健所を有するメリットを生かしながら、医師である保健所長をはじめ保健師や薬剤師、看護師といった医療職が随時接種会場の運営やワクチン管理などに関して医療的観点からサポートをしていく多職種の連携体制で対応をしていくこととしております。今後も柔軟に組織体制の充実強化を図る中で、新型コロナウイルス感染症対策本部と連動させながら全庁体制で取り組んでまいります。次に接種方法や接種会場の確保など接種体制についてであります。資料の3をご覧ください。国や県が調整主体となって接種を行う医療従事者約5600人を除きますと、本市が主体となって調整する接種者数は約18万1400人となり、
そのうち4月1日以降に優先的に接種が開始されます予定である。令和3年度中に65歳以上に達する方は約5万8100人となっております。国の方針ではこうした高齢者に対して行われます2回の接種については、1回目2回目の接種をそれぞれ2ヶ月以内9週間で実施できることを念頭に、週あたりに提供する接種回数を算出し、体制整備の目標とすることが示されています。こうした国の方針をもとに本市の場合を試算をいたしますと、すべての高齢者が2回接種すると仮定した場合、接種者数は約11万6千人、5万8千100人 ×2回となり、9週間で対応するためには、週あたり最大で約1万3千回、1日あたりでは最大で約1800回の接種が可能となるような体制の整備が必要となります。こうしたことから本市では公共施設を使用して実施する集団接種と市内の医療機関のご協力を得る中で実施する個別接種を合わせた接種方法により、期間内での接種が完了できるよう最大限取り組んでまいります。なお集団接種における医師や看護師の確保につきましては、甲府市医師会にご協力をいただけることとなっておりますことに改めて心より感謝を申し上げます。集団接種の会場につきましては、現在さまざまな施設を想定し、幅広い選択肢の中から選定を行っている段階ではありますが、現時点におきましては高齢者の方の接種会場までの移動などを考慮いたしますと、できる限り身近な施設を使用することも必要ではないかと考えておりますことから、各地区の6つの公民館の大ホールでの接種を想定して仮押さえを行っているところであります。また公民館以外につきましても、各地区の猶予館などより身近に密着している施設のほか、少し規模が大きい施設の使用についても想定しながら、その可能性について現在協議検討を重ねているところであります。なおこうした施設を使用するにあたっては、今後のワクチンの供給量や供給時期を見定めながら優先的に使用していく施設を選定し、順次状況に応じて施設数を増やしていくなど、効率的な組み合わせが可能となるよう臨機応変に対応できる準備を進めてまいります。一方個別接種につきましては、現在市内の医療機関や診療所等での接種について、その可能性の意向確認を行っているところであります。接種会場につきましては、今後早急に詳細を決定し、改めて市民の皆様方にお知らせをさせていただきます。なおワクチンを保管するディープフリーザーにつきましては、現時点で国から本市への割り当ては11台となっており、3月に1台、4月に3台と順次配置される予定となっておりますので、現在各接種会場に効率的に冷蔵輸送できるフリーザーの設置場所について検討を行っているところであります。そして次に、シミックホールディング株式会社との連携についてであります。資料4をご覧いただきたいと思います。本市とシミックホールディング株式会社とは、平成30年10月に連携協定を締結し、健康都市交付基本構想の推進に向けた本市におけますヘルスケア分野のさまざまな課題の解決に共同して取り組んでいるところであります。こうした中で、先般中村 CEO から国を挙げての一大プロジェクトであります、このワクチンの接種事業を運営をしていくにあたっての支援の申し入れをいただいたところであります。こうしたことから、接種事業の実施主体である本市といたしましても、過日締結されましたワクチン接種の広域調整を担う山梨県とシミックホールディングスの包括連携協定の内容も踏まえる中で、薬剤の豊富な知見を有するシミックホールディングスの専門的なノウハウをご提供いただきますことは大変有益でありますので、連携をさせていただきながら、円滑で確実な
安全な接種事業の実現に向けて取り組んでいくことといたしました。詳細な取り組み内容は今後協議をしてまいりますけれども、現時点では3項目を想定をしております。1つ目はワクチンに対する長期的な安全性にご不安を抱えている市民の皆様も多いと思いますので、一人でも多くの方に接種をしていただくためにも、市民の皆様に対するワクチンの効果や安全性の情報提供に取り組んでまいりたいと考えております。2つ目はワクチンの有効性を確保するための保管や移送上の温度管理方法、使用にあたっての融解や希釈方法など、溶解や希釈方法などワクチンの取り扱いについては複雑で極めてデリケートでありますので、取り扱いマニュアルの作成など適切かつ安全なワクチンの保管管理に取り組んでまいりたいと考えております。そして3つ目はシミックホールディングスが開発準備を進めているシステムを活用した接種会場の円滑な運営と事務作業の簡略化、また接種事故の防止などによる安全安心で効率的なワクチン接種の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。今後も引き続きましてこうした連携事業を早期に実現をさせていくため、中村 CEO をはじめとするシミックホールディングスの皆様方とは本市のプロジェクトチームに随時シミックさんの担当者にご参画いただくなど積極的な連携を図ることとしており、この後早速事務レベルでの打ち合わせを行う予定としているところであります。まさにこれからそして新年度最大の事業と受け止めております。このコロナ禍を乗り越える大きなワクチン接種事業でありますから、解決すべき課題は山積をしております。今のところ私からの説明は以上となりますけれども、シミックさんと山梨県でも山梨モデルの構築を先日は発表されました。私どもも地域といたしまして、今後もそのさまざまな主体、甲府市医師会さん、甲府市消防団、甲府市自治会連合会、民生児童委員協議会や社会福祉協議会など、それぞれのさまざまな主体と今までも一緒になって、このまちづくりを進めてまいりましたけれども、それぞれの役割について協議を重ねる中で、緊密な情報共有と、事業連携を図りながら山梨モデル、甲府スタイルを作り上げていき、安全安心なワクチン接種事業を遂行していきたいというふうに思っております。緊密な情報共有と事業連携を図りながら、シミックさんの知見、技術、ノウハウを最大限活用させていただき、私どものモデル、組織力、地域力をいかんなく発揮をさせて、最大限発揮をさせていただきながら、ワクチン接種事業の実現に向けて取り組んでまいりたいというふうに思いますので、ぜひともご協力いただけますようお願いを申し上げます。多くの市民の皆様がワクチン接種を安全安心に受けることで、社会全体で新型コロナウイルス感染症を防疫するための大きな力となると考えておりますので、何卒ワクチン接種にご理解とご協力をお願いを申し上げます。私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。続きまして中村 CEO 様、よろしくお願いをいたします。はい、ただいまご紹介を受けました中村でございます。まず私の立場でございますけれども、私のシミックグループというのはですね、従業員7000人ぐらいおりまして、海外国内ということで、新薬の開発並びに一般的には副作用であるとかヘルスケアについてのプロフェッサー集団でございます。今ですね、世界で起こっていること、これはどんなことが起こっているんだということをまず認識していただきたいと思います。それはパンデミックです。世界がこのパンデミックに対して今戦っております。アメリカでは戦争という表現をしています。ヨーロッパにおいてもご承知のようにですね、ワクチンの取り合い、それからこれによってですね、おそらくこのワクチンとね、共に克服したとしてもですね、この後またパンデミックが起こるかもしれないという恐怖の中で世界が動いております。今日もね、私、海外のメディアの見てましたら、南アフリカにおいて
ワクチンが、ね、変異していると。で最初のイギリスの変異っていうのが、まあ、最初にありまして、これはまあイギリスの変異が日本にも入ってますけども、どうやらそれはファイザーのワクチンでも効くよというような形で私も安心しました。で今回のですね、南アフリカにおいた変異は実はアストラゼネカのワクチンについては効かないんではないかということで今言われております。そして今のサイエンスの中ではどういう形で変異していくか、これはもう遺伝子解析によってどんどんやってますんで、その変異の仕方によってはワクチンが効かなくなるんではないかというようなことも言われております。おそらく、まあね、ご承知のようにこのファイザーのワクチンを打ったとしてもまた変異したワクチンがいつパンデミックを起こすか分かりません。これが現状です。そしてその中ではアメリカにおきましてはですね、すでに 20% がコロナの感染をしたんではないかと。ですから極端に言うと 20% は抗体を持ったんではないか。それからワクチンを打ったのが 10% ですから 30% が抗体を持ってるんではないかとも言われております。そして現状は日本です。日本では海外のメディアは2021年までに日本はワクチンを最終的には全部に打つというところの国に、まあね、ジャンル分けされております。さて一体このような状況の中で本当にワクチン接種が始まった時にできるんだろうか、まあ、これが私の一番の懸念事項でありました。そして私どもはすでにワクチンということではですね、川崎市で小児のワクチンについていろんな問題を起こしてますので、その実証実験もしました。そして分かっていることはワクチンはですね、打ち間違いが多い、間違ってはいけない。それからもう一つ、ワクチンを打った後ですね、フォローしておくという体制が大事です。今回のワクチンは、ね、医療関係者、それから65歳の方打ちます。でもこの打つということと、それから打った後のフォロー体制、例えば副作用が起こったらどうするのか、打ち間違いをしてはいけないということに対して、やはりあまりにもですね、まあ降ってはいたような話ですから、地方にとっては理解できてない。それからまた一般的にはですね、そのサイエンスの中でも分かんないことたくさんあります。さっき言った変異がどうやって起こるんだと、じゃあその変異が起こったものをどこの根本的な形で新しい治療薬ワクチンができるのかとか、この辺は今最前線ではやっぱり開発しておりますけども、この辺の知識のないところで今国からいろんな形で対応を取っていただいて、そしてディープフリーザーを出します、ワクチンをいつかできますというところまでは来てるんですね。でも実際にそこの扱うところ、ここについては混乱が起きていると言っても過言ではありません。むしろ逆に言えば何も知らない。それから私ども昨日までニセコ地区にも行ってまいりました。それから地区やなんかでもいろいろなことを話しています。その中では地区の現場においてもですね、どうしていいかわからない、何がわからなくて何が分かっているかがわからないという声があります。ここはですね、私は先立って山梨県モデルということでですね、一緒に提携させていただきましたけども、一つのモデルを提案させていただきました。そして今回はですね、樋口市長のリーダーシップのもとに甲府市がですね、いよいよ実際にワクチンを打つと、その場面を想定してこれから作業に入るということであります。この大変な時期に、例えば東京と甲府では違います、また甲府と違った地域では違います、すべてその地域には事情があって、いろんなヘルスケアのシステムが違っておるということを理解しなきゃいけません。そして人的な問題、さらにはですね、このワクチンを打つことは打ったけども、その打った後、例えばお年寄りの方がですね、会場に来て急に、ね、もちろん気分も悪いから打ちたくない、またはですね、いろんなことがあってその手前で倒れちゃうかもしれない。そして打った後ですね、今度そのワクチンの問題ではなくてもですね、倒れちゃうかもしれない、まあ、認知症気味の方もいるでしょう。そうするともうワクチンを打ってきたという方もいるかもしれません。またはですね、ワクチンというものが
一般のワクチンと同じような形で思われているかもしれません。でもここは今度のワクチンは一般のワクチンとは違います。ものすごくサイエンスを進んだところで開発をして、ものすごい技術の中でファイザーはワクチンを作り上げました。そして世界は、まあ先進国はね、日本を除いて打ち出しています。そしてこの中ではワクチンを打った方がやっぱりこのワクチンを、コロナをコントロールするのがいいという結論も出ております。その中でスタートします。そしてこのワクチンというのが最先端であればあるほどやっぱ扱い難しいです。マイナスの本当にね、超低温の中で開けて、そしてその中で使い切らなきゃいけない。そして打った後もですね、次に打つ期間まで決まってます。それを確実に打ってもらっていけないです。そしてまたこのワクチンだけではなくて、次にワクチンが控えております。もちろんアストラゼネカのもの、それからモデルナのもの、さらには今後開発されるであろうワクチン。そうするとですね、先ほどの話から推定できますように、今後のワクチンは1回打ったからいいってんじゃなくて、また新種ができた時にはまた対応で打たなきゃいけないかもしれません。それからですね、対策としてまず把握をしなきゃいけない。打った方のハードケア、ここに対しては大ビッグプロジェクトです。アメリカにおいてはですね、ご承知のように薬局チェーンの中で薬剤師も打ってたりとか、ボランティアが入ってそこのところの待ってる人を整理したりとか、それから時には軍がですね、そこをサポートしたりとか、こういうことまでやっております。おそらく樋口市長の頭の中にある全部を巻き込んで、そしてワクチンを打つということで、全員がですね、そこに対して力を結集してやるというモデル、これがやはりワクチン対策では必要だと私は思っております。そういう中でですね、実際にはアメリカにおいてワクチンハンターなんて言葉も出ております。これはどういうことかっていうと、ワクチンの接種会場においてたまたまワクチンを打たない人が出てきたり、そういう人のワクチン、残りのワクチンがあるんで、そこを徹夜で若者が待っていて打ってほしいと、こう言ってるわけですね。これはワクチンファンター。そしてそのワクチンファンターはですね、次の時に打ってくれるかどうか分かんないですよ。自分は弱くないんで。でもまた次の時におそらくワクチンハンターとして並んでます。ここまで来てるわけですね。ですから今の現状の中でまずはこれを実施しようという方々、または東京都の方々、まあ指導方もですね、この十二分に勉強しなきゃいけない。このワクチンって何なんだ、コロナの実態は何なんだ、それから現状はどうなってるんだ、世界はどうなってるんだ、そこのまず把握があって、一方ではですね、国からも情報が出てきます。ワクチンの感染者数が何だ、これはそのワクチンのところのですね、間隔をとってマスクをしてなるべく接触しないという、これも基本ですからあるんですけども、ワクチンを打つ時はどうなんだとか、ワクチンを打った後どうなんだっていう情報はこれからです。ですからそこをあらかじめチームを作りながら勉強しながら、そして実際打つっていったらですね、またいろんなことが起こってくると思います。そこのことも対応しなきゃいけません。例えば会場のところに救急車を置いとくとか、それから会場のところにですね、いろんな方の消防員、消防団の方もいていただいて、そして何か起こったらですね、すぐ対策をするとか、副作用が起こったらどうするんだというところ、それからまたこのことについてはですね、全国からの問い合わせもおそらく来ると思います、甲府市に。それと同時に甲府市のお老人の方のお子さんたちが東京に行って働いている方、ここからも問い合わせが来るかもしれません。うちのおじいちゃんは、おばあちゃんはもう打ったのかとか、打つことやめてほしいとか、いろいろ言うかもしれません。ここにも対応しなきゃいけません。ですからここはステークホルダーが非常に広くなって、その中で確実にワクチンを打っていくというこの難しさ、そしてこれがある意味では最先端のものであるという認識、そしてこれは打っただけじゃなくて、打った後ですね、いろんな副作用の管理しなきゃいけないし、その方のやっぱり状態を管理していかなきゃいけません。そしてその方々が抗体がきちっと、もしついたとしたら、抗体がついたとしても、その抗体がいつまで持つのかということもやっていかなきゃいけないと思います。まあ、ここについてはね、まだ細かい話というか、細かいことについては国からもまだ来てないというのは現状でございます。その中でもう時間が迫っておりますから、甲府の樋口市長リーダーシップのもとに私ども参加させていただいて、とにかく打てるようにする、そしてもしその他すれば
シミュレーションしながらやっぱりそこを一回トレーニングしなきゃいけないということで、まあ、今回再開させていただきました。そんなことの思いでやらせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは質問の方をお受けさせていただきます。質問はお手元のマイクをお使いいただきまして、社名、お名前に続きまして、どの回の質問であるかを説明していただきますようお願いをいたします。それでは質問のありますか、手を挙げてお願いいたします。ヒュー市長に、あ、テレビ朝日見てるかと言いますが、ヒュー市長にお伺いします。現状甲府市でもワクチン接種の準備をされていると思うんですけれども、まあ、現状課題はどういうところにあるというふうに考えていますか。大枠のスケジュールが先ほどご説明させていただきましたけれども、国から来たものに沿ってですね、今作り上げてますけれども、中村会長もおっしゃられましたように、まだ細かいところまで詰めておりません。課題は山積してまして、どれだという何て言いますか、一つ一つと言いますかですね、走りながら今作り上げているところであります。体制を作り、そしてマンパワーを準備をしていくと。で、とりあえずそこにかかる予算、財政措置を、財源措置を先日、先月処分でですね、補正予算を計上したところでもあります。その中で私どもが準備を進める中でですね、走り出している中、清水区さんが伴走をしてくれていると。そして、先ほど申し上げました専門的な知見やノウハウを、ぜひ、甲府で、甲府モデル、甲府スタイルとして使ってくれというお申し出をいただきましたのでですね、先ほど申し上げました、甲府の地域局、自治会連合会、甲府消防団、民生委員、児童委員、連絡協議会、全て、日常的に市民と寄り添い、それぞれが主体的に、それぞれの役割を果たしていただいておりますから、これまでもさまざまな事業を展開するにあたりましてですね、他人事じゃなくて、自分たちの地域のことだということで、主体的にその働きをしていただいていますから、このことにつきましても、神父さんとのこの連携を、そして神父さんの力をお借りしながら、これからそういったさまざまな団体の役割をそれぞれ話し合いをしながらですね、地域力でそれぞれの課題解決に向けて取り組んでまいりたいというふうに思っております。山梨県全体はそんな大きい県じゃありませんけど、その中でもやはり甲府が一番人口集中しておりますので、ここがきちんとできるということでですね、山梨県モデルとおっしゃられている官民連携のこの接種スタイルはですね、しっかりと何て言いますか、遂行できるものだというふうに職員に市役所一丸となって今思っておりますので、それをしっかりと進めてまいりたいというふうに思っております。はい、今回清水さんと連携して行うということですけれども、特に一番期待していることってどういうことですか。やはり全く今会長もおっしゃられたようにですね、初めてのことであります。ご任務中といいますか、これからやらなきゃならないこと、さっき清水君もおっしゃられたようにですね、何がわからないのかわからないという状況の中からのスタートだったと思います。そして国からの、あるいは情報、それぞれの情報を得ていく中で、専門家のマスコミ報道とですね、よく学ばさせていただく中でですね、準備を進めているところでありますけど、そこに、医薬品、薬剤の総合的な、専門会社の清水さんのさまざまなアドバイス、あるいは一緒になって取り組んでいただける、ことが、加わりますとですね、安全性も高まりますし、市民の皆様にとりましては、そういった、バックボーンの中で、地域でいつも活動していただいている自治会連合会役員の方とか、消防団の、火災災害や自然災害を守ってくれる方とか、そういった方々と一緒に取り組むことで、安全安心で、より多くの方々に接種をしていただけるというふうに目論んでおりますので、そういったことを進めてまいりたいと思っております。ありがとうございました。すみません、朝日新聞の長野です。ご苦労様です。先ほど市長さんも県モデル甲府スタイルというふうにおっしゃってるんですけど、具体的にどこがその甲府スタイルっていう形になりそうなのかっていうことをもう一回ちょっと
まあ、例えばこの丸三番でそのワクチン台帳システムこういうものに対して、少し交付ならではの何かこう取り組みがあるのかとかですね、その交付スタイルっていうのは一体どういうものになりそうなのか、もう一度お願いいたします。先日シミックさんと山梨県の包括連携協定の中でですね、官民連携によるですね、さまざまな事業者これからやっていくという発表がございました。その中で今、私も申し上げましたけれども3つのことをシミックさんの方にお願いをさせていただきました。例えばクーポン券に、お配りをさせていただくクーポン券にバーコードをつけて、その今後のこれから未来に向けてこのワクチン接種によってどういう状況をその方々が履歴として持たれるのかということについてもしっかりと私ども管理といいますか承知をすることができるというふうに思いますし、その時々のワクチン接種者に対するですね、コールセンターも交付紙も作りますけれども、そこに専門家の知見が入る、あるいは私ども要望しておりますけれども、国や県でもそういった段階に応じてのコールセンターを作ることでですね、それぞれの役割分担ができると、そういったことが安全安心につながるというふうに思っております。で、交付スタイルと申し上げましたのは、行政と官民だけではなくてですね、この交付にあります、地域力をフル稼働させていきたいと、地元 のメディアの方々はご承知だと思いますけれど、一昨年、交付は開府500年という節目の年を迎えました中核市にもなりました。行政だけじゃなくて市民全体で市民団体がこぞって参加をしていただいて成功率にすることができました。今年 Y 未熟も、生誕500年を迎えましたし、信玄校生誕500年を迎えました。信玄校が言ってますようにですね、人は石垣、人は城、人は堀というようにですね、それぞれが自分元としてですね、このワクチン接種事業にそれぞれの役割を発揮をしていただくようにこれからそういう呼びかけをしておりますけれども、さらにそれが具体的になるようにですね、整えていきたいというふうに思っております。そこに専門的な、ノウハウが加わることでですね、その安全安心性は高まっていくものというふうに思っています。そういった形作りが交付のスタイルになるんじゃないかなというふうに思っております。ごめんなさい、ちょっと私もあまりまだ専門的じゃないかもしれないんですけど、今の例えばそのクーポン券のバーコードで履歴が終えるようになるっていうのは、これは例えば他の地域ではそういうところまではやらないものを交付ではやるとか、そういうことになる。ちょっとですね、そこは私どもの範疇なんでお答えしますと、はい、実はですね、ワクチン接種はほとんどの地方もですね、クーポン、選挙のあれと一緒で、ね、行きます。それを持ってくるようになってます。で持ってきてそこからですね、その紙に貼ったりとかいろんな形でやってるんですけども、そこのところをバーコードで読んでスキャンしてですね、その瞬時にそこのところが記録に残るようになったら、これは私どもの仕組みでございます。これは全国の中で今展開しつつあります。ということで補足させていただきます。またちょっとその辺は後で、はい、時間もう少し後でお尋ねします。とりあえずはじゃあ、はい、他にございますでしょうか。 NHK の木原と申します。シミックの CEO に伺いたいと思います。具体的になんですけれど、今回の平成30年に結ばれている連携協定では、ヘルスケア分野の課題解決ということでされてきたと思うんですが、現状交付市の事業の中でどういうふうに生かされてきたのかということが一つと、1番と2番の周知資料の作成やマニュアル作成などで国からもある程度情報が出されると思うんですけれど、シミックさんの知見を生かすとどういうところが補完できるのかというところがわかればお願いします。はい、まずですね、交付市はですね、健康長寿ということを切り口にしながらですね、健康に対しては大変、積極的にですね取り組んだ市でございます。その中で私どもはですね、提携結ばせていただいて生きがいという切り口でですね、なんとかそこができないかということで、動いてまいりました。具体的にって言いますとですね、生きがいの一番いいところはですね、お祭りじゃないかと。本当にその盛り上げてお祭りっていうのは
自分の中でも大事で、社会とのコミュニティということで、それが、市長を中心にしながら開府500年というところで花開きました。でその中ではですね、開府500年の記念事業の中でいろんなことで市民が盛り上がってやって、ここは、ある面ではですね、皆さん健康とそのお祭りって別みたいに思うかもしれませんけども、やはり人間が生き生きしていくっていう社会との関わりという点でもそういうようなことがあって、その中で一部私どももできることをさせていただいた。それから今回のところの国で言ってるマニュアルとそのどこが違うんだってはっきり言いまして、国のマニュアルって分かりません。ものすごく分かりにくいです。そしてその地域地域でそれが分かりやすくこなしながら、しかもそこには間違いがあっちゃいけないということで、変な話ですけども大型の、レストランチェーンのマニュアルとは違うんですね。もっともっときちっとしたベースと分かりやすいことと、それからもう一つ関係者がたくさんいますから、ステークホルダーがその中で問い合わせ、また職員が答えること、現場で答えること、ここにいろんなことの問題を起こしちゃいけませんですから、具体的に分かりやすいものにしなきゃいけないということで、今私ども全体の中ではマニュアル作成チームもできたりしながら動いております。そしてそれをさらにですね、甲府市に持ち込んだ時にはやっぱり甲府市のマニュアルというのを一部チューンアップしなきゃいけない。極端に言うとね、いいじゃんねって言ったらいいじゃんねって答えられるようなマニュアルにしないと、なんかそのやっぱりそこのところの親しくて分かりやすくて、しかもそこにですね必ず、きちっとしたエビデンスがあってお答えするような、そういうマニュアルにしなきゃいけないっていうんで、国では基本的なものはできるでしょうけど、やっぱ地区地区に作らなきゃいけない。そしてできればその地区の方言の中でおばあちゃんおじいちゃんが分かりやすくするってのは当たり前ですよね。なんか国はその方言まで考えてませんから、でも方言もやりながら、そしてその独特な雪国だったら雪国の問題もあるわけですよ。で先ほど甲府市モデルって言いましたけど、山梨県全体ではですけども、甲府市はどっちかっていうと市の中心にいろんな人がいたりとか、そしてまた独特のやっぱりね、ちょっと郊外とは違うというところで独特のことがあると思うんですね。ですからそういう形に落とし込んで現実動くかどうか、これはある面ではシミュレーションしてトレーニングして動かさなきゃダメです。動かしてみて一回シミュレーション、ここがおかしい、それじゃ直していこう、ここがおかしい直していこう、それからこんなことを言ってしまった、もしですねその担当、そしたらそこを訂正しなきゃいけないです。そんなことも含めましてですね、やっぱりゼロから1を作るような思いでやっていかなきゃいけないということを理解してほしいです。でこれが大変なんです。今までは全てあったものをやるんですけども、ワクチンを全国民がいっぺんに打つんですよ。パンデミックですよ。このことを理解してますかと、まずここから理解していただきながら、やっぱり住民も全部結集して、そしてスピードとの競争ですから一気にやると、それからいろんな事情でね参加したくないとかそういう人いらっしゃいますけども、やっぱり今の現状は打った方が良ければもう本当に打っていただくように協力するようなこともしなきゃいけないですし、また打った後違ったことでですね、その薬とは関係ないけども倒れられたりとか急にですね、脳卒中を起こしちゃったりとか、そういうのもあるでしょう。でもそうするとこれとの関係はどうかとかいろんなことが起こります。その団体で異常事態が起こるんだという前提の中でどうやって動きますか。ここはやはりある意味では異常事態でワクチンを打っていくということを理解しながら、その異常事態は通常のヒューマンリソースだけじゃ無理なんです。通常の経費だけでも無理かもしれません。いろんなことがありますので、そこのところにちゃんと対応できるような、変化への対応ができるような、そういうような仕組み作り、これをやっぱり市の中心になりながらですね、やっていくということなんで、私どもはそこにプロフェッショナルとしてご支援申し上げたいと、そう思っております。ありがとうございます。そのことに関連して市長にも伺いたいんですけれど、そういったプロの支援を受けて実際に接種を進めていくのは市の奥の医師会の方であったり会場のスタッフの方だと思うんですけれど、医師会の協力は得られるというふうにお話はありましたが、具体的にどれだけの医師の方が協力していただかないとこれだけ進められないのかということと、会場のスタッフもどれだけ必要かということが今の時点で分かればお願いします。
先ほど交付モデル、交付スタイルというのを使いましたけれども、私ども、交付士と交付士司会さんは非常に日常的にも深い連携を結ばせていただいて、救急や小児医療やさまざまな連携をしております。その延長線で昨年コロナ禍においても、PCR 検査を各診療所で取り行っていただいたりということを、しております。そういった中で今回はワクチン接種ということについても、非常に積極的な取り組みの方向性をですね、今協議を進めておりますけれども、先ほど私ども想定する接種人数最大あるいは回数申し上げましたけれども、まだまだそれからどういうふうに落とし込んでいくかについて、先ほども申し上げましたけれども、会場はどこにするかとかいうことも今協議中でありますので、まだまだちょっとどこに何人とかいう形につきましては、書類上は作られておりますけれども、まだ発表する段階にはなっていないというふうに承知しております。そして先ほども申し上げましたけれども、各医療機関診療所等でですね、接種をすることについての、可能性についても今聞き取り調査を、私ども、あるいは医師会さんの方でしていただいているところでありますから、まだまだこれからだというふうに思っております。ただ先ほども申し上げましたけれども、私どもだけではこの会長申し上げました、この本当に大きな一番最優先事業課題を乗り越えて、コロナ禍を乗り越えていくための事業でありますから、ここは大きく問題意識を共有しておりますので、それを先ほど言いました他の団体もそうでありますけれども、共有しておりますので、危機意識も問題意識も共有しておりますので、それを乗り越えていくための努力を重ねていきたいというふうに思っております。で、国のマニュアルもちろん出てくると思いますけれども、じゃあ具体的にこう来たけど本当にこれ大丈夫なのかと、この動線でいいのかと、この作業でいいのかということを、さまざまな課題に対してですね、シンクさんの方にいろいろまたご相談をさせていただいたり、アドバイスをいただいたり、参画をしていただこうというふうに思っております。他にございますでしょうか。山梨日日新聞の岡島です。どちらかというと、すみません、シミックさん側のお話になるのかと思うんですが、すみません、1日の日に山梨県と連携を協議結んでいると思うんですけれども、自分の意味でそれがその県内市町村のに包括的に落とし込まれる仕組みなのかなという理解をしていた、当時していたんですけれども、今回、交付特別に、もともとの連携協定に基づいて、連携事業を進めるっていうのが、その、こう、なんていうか、二重って言い方もいいですけど、二重になっているのか、それとも、他の県内市町村でも、今後、協定プラス連携事業のスタートっていうのを発表していくっていう、その最初の足がかりなのか、今回、その連携事業の位置づけっていうのは、改めて伺いたいんですけど。はい、まずですね、私どもはいろいろな地方っていうか、県でも行っております。で、一番のはですね、国と連携したら、じゃあ全部下まで行きますかということをまず考えてください、ね、そうすると県知事さんとお話しして県とやりましょう。で、実際にそれ下に行きますか。そこは大枠ではそうなんですけども、そこは今度市町村ですから、ここはですね、自治、一番大事な地方自治がやっぱある程度意思決定してリーダーで引っ張っていかないと、その現場現場が違うわけですよね。それから国を待っててもできないわけですよ。県を待っててもできないわけですよ。ですから県自治の協定の中では、山梨県モデルということで民間も入りながら、各いろんな消防団の方とかいろんなところの民生委員の方とかなんか巻き込みながらやりましょうというモデルを提案したんですね。で、これによって他の県からも問い合わせあります、私ども。そしてその枠の中で今度は地方の市町村単位になってくると、これまた全部違う事情があるわけですよ。ですからその中でまた結ぶところは結びながらやっていくというか、それから私どもじゃ共通点があるでしょうということについてはもちろん分かっておりますから、その共通点については県の中で共通なものを使っていただきたい、できればコールセンターなんかもあるメインのとこ一本化したり、コールセンターっていろんなことを受けたらですね、ノウハウにしなきゃいけないですよ。同じような質問を受けたら同じような答えにしようとか、毎日日々アップデートしながらそこに対応しなきゃ、こういうものは共通化する。だからそこのところ、私どもが情報をいろんなこうまとめながら
共通化できるものは共通化する、それは県外でも同じだと思います。ですから私もびっくりしたんですけども、これがね、県が言ったから市町村は全部同じだろうと思うのは全然違いまして、全く違う。それから今度市町村同士で、まあ私のニセコ7町長町村やってますけども、じゃあできるはずだということで町長さんが集まってやってくださったんですけど、現場に行くと全然違う、予算も違う、それからその地域のコミュニティのあり方も違う。そうすると全部一応使っていかなきゃいけない。でもやっていくうちにですね、やっぱりこれ共通化しようよとか、そういう雰囲気が出てきたら共通化できるってことで、時間競争なんで仕組みを作っていくから全部をって言うんじゃ間に合わないですよ。ですから今回山梨県の中で一番大きな市であり中核的なところの甲府市が動いてくださるって言って、まあ、お声かけてくださったんで、ここは現場としてどういう形で作り上げるかみたいな、まあそういう形の思いでやっております。よろしいですか。中村 CEO 甲府出身でよろしいですか。あの私はですね、実は何を隠そう、あの甲府市の首都圏甲府会っていうのがですねできました時の初代の会長から十何年勤めさせていただいて、昨年でしたね、今年で昨年ですね、昨年あのちょっと卒業させていただいて、あの次の移ったんですけども、甲府市出身です。こよなく山梨のことを愛しております。ですから思いも強くて、ちょっとね語気も強くなりますけども、ぜひ成功させたいと思っています。ありがとうございます。すいません、お時間の方がですね少し過ぎております。最後もう一方ご質問を受けさせていただきまして、その後もしあのご質問がまだございますようであれば、あの担当者の方で受けさせていただきたいと思います。じゃあもう一方、じゃあどうでしょう。はい、すみません、山梨放送の小林と申します。すみません、中村会長にお伺いしたいんですけど、あのやっぱりワクチンってこう副作用が怖いとかですね、そういったこう考えをお持ちの方いらっしゃると思います。そういった中で、準備を進めれば安心して受けられるであったりとか、そういったところっていうのはどのような考え方でしょうか。まずその怖いっていうことね、それはお薬ですから全てリスクもございます。薬って後ろから言うとリスクってあるんでですね、まあそれですけども、大事なことは出たデータをきちっと読みこなすってこと、それからそれが発生率がどのくらいでどういう方に発生しているのかというようなことも順次に分かってまいりますから、ですから今の中で先ほど言いましたように、全世界の常識としてまたサイエンスの知識として、ワクチンを打った方がいいんですか打たない方がいいんですかっていうのはやっぱり打つべきだと、なるべく全体打たないと思うんだろう。そしてまたワクチンの副作用はっていうと、アレルギー反応から始まってあるかもしれないけども、そこは今度カバーするような体制を作っておく。それともう一つ大事なことは、このワクチンをやっぱりまだできたばっかりのワクチンなんで、世界で打たれてもね、それが1年後2年後3年後にどうなるかっていうことは、もちろんこれからもフォローアップしていかなきゃいけないということで、やっぱりじゃあワクチンを打たなくてその人が感染するリスク全体の中でどうなんですかって話と、ワクチンの中で世界からも副作用の情報やなんか集まってますので、それを含まれて判断をした中でワクチン接種が今ベストだということで動き出しますので、そこについてのやっぱり皆さんの理解っていうものをしていかなきゃいけないし、広告もしていかなきゃいけない。それからまた新しいワクチンが出てきたりとか、今一番怖がってるのはワクチンの変異です。ああ、じゃあコロナの変異です。この変異がカバーできるかできないか、これもやっていかなきゃいけないです。ですからちょっと日本の場合にはワクチンに対してね、あまりにもワクチンは怖いんだなんだっていうことの中で、ワクチン接種が遅れているような子宮頸がんワクチンもそうですし、世界に比べればそういうところが非常に遅くなってきています。でもワクチンは今度打つとき複雑です。いつ打たなきゃいけない、また打ったら次にこれを打たなきゃ、このワクチン管理が難しいんで、そのワクチンの打ち方使い方で副作用が起こっている、また間違いが起こっている事例が多いんです。でここをなんとか準備によってきちっとしなきゃいけないっていうんで、さっき言った仕組みを作ってやらないといけないということでね、そこの仕組みもしっかり入れましょうというお話だと思います。ありがとうございます。大変申し訳ありません。お時間の方が経過いたしましたので、以上をもちまして、共同の臨時記者会見の方を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。